ごちゃごちゃ見に来るやつら集まってきます。通常の時間帯じゃない時間帯。本当のことがバレそうになったら決まってきよ。駐車場から車があふれ返っと。いつもね、ハースッと建物の中入ったか。車のドアノードを拾ってたないよう、それはさすがに電波での攻撃だと思うんですけども、ちょっと待ってください。だっけ、今春山整骨院の方からバレましたっていう声、これはもう電波で確認してもらった方がいい。誰が言ってるのか。ああいうふうに挑発行為を平気で言ってくる。聞かされてる方が、それを聞かされた時に、ああいう反省の色はない、反省の、気持ちがないような言葉で言ってくることを聞かされた時、相手にとってはどうかっていうことをしっかりと考えたらよい。さっきのここの数字が6秒ぐらいのこの、音ですね。車のドアの音でもっと大きな音で本当は聞こえてる。まあこれ再生して、ボリュームを上げてなので、ちょっと聞き取りづらくはなっています。操作上どうしてもここのところをスライドして戻したりするんですが、まあ、細かい動きができないので、数分前から、撮影しています。先ほどこちらでは他者の声が聞こえてるんですよ。先は女の笑い声。家などからも物を言っても相手にも聞こえるんで、まあ、こっちも挑発行為でやられてるので、やっぱりこういう文言になります。まあ、多分手前の方とかに隠れてるか、住宅内か、まあ、この辺りに出てた。カメラの見えないところ。で、その後この地点に、昔、修賀株式会社で勤務していた古谷というものが現れるんですけども、多分、もともと絡みに来て、で、修賀株式会社に紛れ込んできている男で、その男は、キャバクラへ連れて行こうとしていた男のうちの一人ですね。すぐに出る。
バラエティ番組にチャンネルをつけたらあいつら出てくる。その瞬間を狙って。そいつらがそういう奴ら側や。チャンネルをいろ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 変えたりするから普通そうなの。チャンネルを見るっていうことや。あいつら普通に出てくるっていうことやない。今先ほど私が何を言ってるかって言ったら、テレビで、基本的に報道番組を見てるときに変な人間は出てこないんですよ。で、バラエティ番組とかを見ると絡んでくる奴らが現れる。だからそれを、電波で何か聞こえてきてそいつらが絡みに来てるんだと思うんですよ。もうある一定の法則でもう何十年も前からずっとそうです。で、この後、まあ私がこの辺りに出てきて、周りを確認したりしようとして、そのオフリアというものがこの辺りに自転車でもう一度現れます。ここのカメラに映るか映ってないかのところでこっちに向かっていろいろ絡むようなことを言ってきています。電話かけるふりとかでね。もういるかな。ちょっとガラスが、お前のせいも拾っとうから。ガラスが曇っているんですけども、古谷というものは男性で音声が拾えてないんですよね。これが変なんですよ。僕の声はしっかりと聞こえるのに、音声が拾えてない。家の中でカメラを置いていて、家の中で私が多少距離はあるにしてもはっきり聞こえるはずなんですよ。もうそこで喋るなって電話かけるふりして声かけてくる男性が、お前の声も一回拾っとうから、でもう一回そこに戻ってきたの確認したから。かすかに音声出てますね。で、この音は勤務先でも僕に敬語を使ってませんでしたね。一応先ほど法律名を出してやっぱり始めたんですよ。後から思い出したんですよ。もともと春山整骨院が2003年に建物を解体されて、ここの、そちらの2号店の方がね。で、まあ、もともとは東山町にあった、阪神淡路大震災前までは。で、その後、この辺の辺りに、店出してるんですけども、1号店がもう少し向こうの方にあります。で、この古谷という男も、もともとどういう類の人間だったのかっていうところですね。で、今私が家の中で喋っているのは電波で何かごちゃごちゃ言われてるからですね。それに対して反応して私は物を言っています。
家の中を見られている可能性が高いので、基本的にはそれですね。今こちらに聞こえてきたのは、ひそひそ声で、家の中見たらあかんねんてっていう音声をこちらは聞いています。この何分後か後に、まあ結局家の中で、あいつ思い出した風やと、何回も絡みに来たやつやと。これね、あのカメラがね、その、ここにこういうふうに置いてある。で、台所で喋ってるんですよ。戻った後ね。で、そういうのもやっぱり僕の声ははっきり聞こえるでしょう。で、向こうから外から、まあ絡んできてる人間の声もはっきり聞こえるのに、音声が拾えてないところで、正直変なんですよ。っていうのは今まで再生した時に、電車が明らかにこう走ってるのに、電車の音がすぐに聞こえなくなってたりとか、だからサイバー攻撃等で、まあそういうふうに調整がされてる可能性が非常に高い。まあけど、まああとはもう家の中で、ああ、あいつ思い出した古屋だと、そういうことを言ってますので、まあいつにもその辺のところは、もうこちらで今証言しても同じだから、まあいいでしょう。次は、2024年2月10日です。先ほど言い間違えて、その、定期的な時間帯以外に行ってるっていうことを言ってましたけども、訂正しておきます。12時ぐらいの頃に、なんか車が集まってきて、老人を建物の中に入れてるのか、まあ何なのか。まあそういうふうな動きはしてますね。まあ、その時に、外からごちゃごちゃ言ってくるっていうのは、今まで、ほぼ毎日経験させられています。で、先ほどその音声が12時過ぎの時に、ある程度、拾えてた音声がありましたので、それを今、出そうとしています。家の中だったらもうはっきりした声聞こえるんですよ。もう距離がすぐ近くですから。もう相当鬱陶しいですね。でね、もともと春山整骨院で勤務していたその介護職の人間とかが、恩恵こちらに明らかに敵意を持って絡んできてるんですよね。暴言をたくさん言ってきて。それを10年以上、繰り返しやられていて、オープン当初、再オープンしたのが2010年ぐらいなんですけども、だから、順序で行くと2008年に神戸大学附属病院で、両腕を路上で割られた後に男4人組に、神戸大学附属病院に搬送されて、そこで強制わいせつを迫りなというものにされてるんですけども、その後にもう一度この春山整骨院が出来上がってるんですよ。で、ここの勤務者であったものが、エロ業界側の方が強いだのなんだの、そういうことを言って、暴言言ってきてる。で、特にその、2010年ぐらいの頃のオープン当時なんか、夜の、12時、つまり0時00ですね、日付が変わる、夜中、その時間でも車が出入りしてる状態でしたね。ちょっとその検察庁機能の、内容にも無理がありすぎる。それ、多数の者から何回も何回も、喧嘩を売られる、その挑発行為をされる。要するに、もう、こちらからしたら、ひどくストレスが溜まる。検察庁機能で、以前言われていた言葉とかを聞かされたりとかしても、これも、やっぱり裁判官とか検察庁の人が、聞いてもらうしかない。で、その何十年間分をね、聞こうと思ったら、何日かかるかわかりませんよ、これ本当に。
で、ここに集まってきた人間自体が、まあ、ここはもともとハリケーンマッサージ屋なんですけども、若い人間もかなり集まってきてる。だから一つのたまり場になっていた。で、怒らすようなことを自分たちでしておいて、車のドアも含めてですよ。車のドアでバタンバタンされたらもう本当に鬱陶しいですから。で、それでこちらはそれを撮影していて iPad 等で。で、それで、そいつらもこちらを撮影し始めてきて、で、複数男で来てるんですよね。で、一人の人間は、まあ、それを、まあ、こちらが怒ってるところを、部分的に撮影すると、自分たちがしてきたことを言わないんでね。それを警察官に伝えて、警察官は僕を、精神病院に入院させるんですよ。だから、元々の順序を考えていくと、淡井圭介の件、淡井圭介を怒らせて通報してきた人間を調べたらいいんですよ。そいつは意図的にそういう方法を覚えてしまってるから。で、気分良くなってる。先ほどの続きですけども、その話ね、一般の方にも聞いてもらったらよくわかると思うんですけども、警察官は大した捜査能力ないんですよ。はっきり言って、これを侮辱してるんじゃなくて、それは警察官の内部としても、安易に物事を捉えすぎであると。もともとあの人はなかなか怒る方じゃないと。で、彼が何回も通報してきたその記録はあるのに、なぜ彼の言ってることを信じて、彼の味方になってあげなかったんだと。そのことをまず調査してほしいんですよ。警察官の内部でね。だ、いろんな都道府県の警察官が有馬警察署に来ている以上、話がだいぶややこしいんですよね。昔はデジタルカメラをここに置いて、撮影しました。防犯カメラとして。で、その者たちの暴言とかは記録しています。明らかにまあこちらに向かって、喧嘩を打ってきてるなっていうのがわかる内容。どうです？先ほど一時停止をしたんですけども、電車の音聞こえたですよね。こっちの時間軸の方の。でしょ？で、家の中にカメラありますよね。ここも、さっき電車通ったけども、ほとんど音聞こえないですよね。なんかその時点で変ですよね。自分でこういうふうにメモをしていて、2月13日の16時42分から47分の間でっていう、それで、もう物事を見てるんで、今、私は、
そもそもで言うて、晴れ間生活が焼けなかったらいいんですよね。もともと2003年に建物の判例で判決で解体してますから。さっきの動画の内容を見て、それでまた共感しちゃうから、まあ、無事に。で、マスクしとは。多分これ、家の中から僕が相手の状況を見てますね。その通行人のことではないですね。その、あれは整骨院を出入りしてる人間のことですね。ちょうどその洗濯物で、相手が出入りしているところが見えなくなってしまっているのが、まあ、残念なところですね。まあ、これでもうそろそろ47秒、それぐらいの時間になっているので、その間に何かいろいろ言われているんですけども、音声が拾えていない。これは不可解なんですよ。相当大きな声でもう言ってますよ。向こうの晴れ間整骨院の人間ですよ。結構大きな声で今のは拾えた方ですね。ただ家の中で聞いてる時の声はもっと大きな声。
こちらの時間軸ではその者たちの声が聞こえてますね。今こういうふうな言い方をしているのは結局電波の方なのか何なのかわからないからこういうふうな言い方をしています。ちょうど手すりのところが邪魔になって、この辺から顔が見えてないですから。あとは、このぐらいの時刻に外から手を叩く音が聞こえたんですよね。で、まあやっぱり、手前の方とか、どうなってたか。まあ確か私の記憶では先ほど通った黒い車が、春山整骨院の、まあもう少し左の方に車を止めていって、手を叩くような挑発行為をして、こう、向こうに走っていったと。あ、ちょっといろんなことやられてるんで、まあ、本日の日付が、なので、2月の27日、ちょっとね、もう、追いつかないですね、状況が。整理整頓するのが。まあ、どちらにしても、声うるさい、そこに変わりはない。38秒ごろ、訂正38分の、まあ、数秒経過した時の音声がかなりうるさいという状況ですね。先ほどこの内容を撮影したんですけども、この今手で持っているスマートフォンで、だけどもその撮影した内容はなくなってましたね。もうすぐですね、39分ぐらいの前後ですから。まだ言ってるでしょ。建物の中に家を。今の音はドアの音だと思います。大きい音の時の音は先ほどの3倍ぐらいの大きさですね。まあ、先ほどの声も、春山整骨院の人間の声です。さっきまで曇ってたんですけどね、もともと。だこういうふうなところもちゃんと、天気のところも、ホームページは圭介の右の天気についてとか、動画でアップロードしてる内容とか見てもらったら分かると思います。テレビ一回フェイクニュースとか全部やめた方がいい。それだけでも台風の数減るかもしれない。